今日は堆肥の話をしたいんだけれどもさ、俺って堆肥置き場を作らないんだよね。堆肥置き場は一切作らない。なんでかって言えば、まあ切り返しかき混ぜたりなんだりっていうのはめんどくさいから、堆肥置き場ってものは作らないで、こういうふうに畝の通路に、有機物、何でも買った草でも、これなんだ、ピーマンの殻か、これなんだろう、でこれ豆殻とか、こういうのを敷いておく。あとは料理で使った野菜のくずとかね、そういうものを置いておく。まあこの辺草刈りそろそろすれば、まあそれも敷くんだけどもね。でこれ置いておいて、踏んだりなんだりしながらグズグズになって土に戻っていくっていうことで、それを堆肥代わりにして、やっています。でこれの特、いいところっていうのは、まあその切り返し作業が必要ないっていうことも大きい省力化ですごくいいんだけれども、それよりもね、この下の、今まだ青森寒いからあまりいないんだけれども、今はいないけども、虫とかが出てくるのよ、こういうとこってね。今いないね。この白っぽいのはカキ殻の石灰なんだけど、今まだいないけど、虫とかね、そういう微生物、まあ見えない菌とかウイルスとか、なんかそういう生き物はね、微生物はいると思うんで、そういうものが守られる。太陽光から守られる。そして、土自体も実は直射日光とか弱いんで、そういうのから守ってくれると。まあ、このマルチとかも直射日光から守ってくれるっていうことで、まあ、防草、草を防ぐためっていうのもあるけれども、そういう意味で使ってる。で、この通路部分もお日様に当てたくないから、草を敷いているっていう感じ。で、しかも踏んで歩いても、足で踏んでも、この土を傷めることがない。雨が降った後でも、すぐ入っても、なら雨降った後に足で踏むと、狙さってって言ったらな、土をこねる感じになって、要は陶芸の土みたいになって、ダマになったりして、断流構造が壊れていって、まあ、要するに土に良くないと。で、そういうことも防ぐことができる。雨の後はここで歩いても大丈夫っていうようなこと。堆肥を作って入れるっていうことだけが、土作りじゃなくて、土を壊さないようにするための有機物の使い方で、さらにここの下で生き物が生きて、その生き物がこの、有機物を食べて土にしてくれる。それで土を作ってくれる。環境を作ってくれる。生き物がいることによって、液中もいる害虫もいる。でただの虫もいる。ただの虫っていうのは、トマトにつく害虫とかじゃなくて、害もなさない、液もなさない虫、そういうのもいる、害虫もいる。おかげで液中も来て、液中が食べてくれると、ね、ただの虫っていうのは液中のご飯なんで、そういうのも増やすことができるっていう感じで、でそれによって膨張すると。だからここの敷いてる草っていうのは本当にね、その土を守るため、土を作るため、要は堆肥を作るためとかだけじゃなくて、そういう風に環境を作って、野菜を、これトマトこう増やしていくんだけどね、またね、トマトを守る。あっちピーマンと見えないかもしれないけど、これピーマン、キュウリって、まああっちニンニクはほっといてもいいけど、こっち小松菜のな、花食べてるやつなんだけどもとかね、そういうのを守るためにね、この環境を使ってる。ここの部分、ここに何もしかない、なんだ、裸のまんまの土にしてる人もいるけれども、それはもったいない。で、防草シートってあるじゃん。あれもやったりするけれども、そうすると、有機物のその部分に、供給されないから、その分、下に住んでる生き物とかに、なんつうんだろう、いい影響にならない。ご飯にならない。ご飯がなければ生き物っていなくなるから、生き物がいなくなる。要はこの畑の中の生物性っていうものが下がってしまえば、なんて言うんだろうな、その要はさっき喋った液中のご飯になる生き物がいない。だから液中がいなくなる。ってことは、この野菜を狙って食べる害虫が増える。もしくはウイルスとか菌とかが増えるって。菌とかの中でも、ね、食って食われてとか、そういうお互いの生存競争があるわけだ。ね。だからここの、中に下にもいっぱい菌いるんだよ。で当然こいつに悪い菌もいると。でも実際菌とかって、こういう生きてる生き物、植物を食べる菌もいれば、こういう枯れたものを食べる菌もいるわけだ。ってことは、俺の考えとすれば、こういう枯れたものを食べる菌がいっぱいいれば、こっちを食べようってする菌が幅を利かせられなくなると、そう考えてるのね。だからそれ以外の菌をね、ウイルスでも何でもいいんだけども、増やそうっていうことでも植えてある。植えてあるつか、敷いてあるのね。土を守るだけじゃなくて。ね。おかげで病気はほとんど出ない。
本当に農薬使ってないから、なんか草だらけの状態見てよね。除草剤だの使ってるわけないじゃん。まだ虫がちょっと暖かくないから出てないんだけどもね。だからそういうことよ。だからこういう、まあ、これ箱辺だから取んなくてもいいんだけども、こういう草でも抜いたら置いておくとかで、こういうほら草がいっぱい出てきてるけれども、こういうのちょっとね、手だけどもフォークとかで何でもいいんだけども、ちょっとこうやって置いとけばね、これだけでどんどん草は消えていくから。あとこの草上を草刈り機で張っていってもいいし、まあ、よもぎだけど、よもぎもね、これは食べれるし、いいし、残しといてもいいんで、別に。ね。まあ、草ね、草いっぱい出てきたけど、ほら、ちょっと草をあげて、草の下にしてしまえば、枯れ草の下にしてしまえば、大体防除ができてしまう。まあ、そういう感じだよね。んで、仕事で取ったニンニクを、ね、出荷できないようなちっちゃいサイズのニンニクとかをね、ここに投げてるんだよね。で根付いちゃってまあ収穫までは食べれるとこまではいかないと思うけれども、このニンニクがまたほら、なんだろう、虫の防除になるみたいだから、まあコンパニオンプランツ的にね、なるという、まあ、こういうふうなイレギュラーなものもあるけれども、そういうふうにただ投げるんじゃなくて、この草とかもね、普通だったら抜いてしまおうとか買ってしまおうって、それをゴミ袋に入れてゴミの日に燃えるゴミに出してしまうとか、そういうことじゃなくてね、これも宝なんだよ。大事な宝。ね。例えばここに今、無造作に投げてるけれども、木とかね。この下にだって、なんか生き物がいたかもしれない。ほら。なんかよくわかんないテントウムシもいるし、ナメクジもいるしって。ナメクジとかは、まあ、ガイナスっては言うけれども、そう、ガイナスやつも、また、畑というこの環境には必要なんだよ。害をなすからダメなんじゃなくて、害なすやつも必要だし、益をなすやつも必要だし、害もなさない、益もなさないやつ、ただの虫ね、さっき喋った。そういうのも必要だと。ね。だからみんないていいんだと。みんながいて、この畑っていう環境ができて、ね、このギシギシっていう花とか、花じゃねえ、草とかもね、いろいろ生えてきてさ、他の人からすれば汚いよね。正直ね。もう、マルチだってこれ3年だか4年目だかなぐらいになるんだけども、その中にこの草があって、その中に野菜が生えてさ、なんだこれと。でもこれがいいのさ、これがね、これがさ、すごくいいのよ。これスノーの方よいしょと、まだ虫が、あ、いるなんだろうこの虫、映ってるかな、あ、こいつピン立ってねえかね。こういうのがこの中で、あ、あ、言われた。ああ、ダンゴムシだか、ワラジムシだか、見えるかな？いるんだよ。そう、こいつらが、あ、ミミズいた、ミミズ。ミミズの頭。引っ込んでくけど、ミミズの頭いた。そう、こうやってね、あ、鼻についた虫いた。まあ、こうやって、這いつくばって探したことって、初めてなんだけど、それで動画撮ってるから、やってるんだけども、ね、こうやって、生き物が、居ついてくれる。それによって、まあ、この有機物がどんどん分解されて土ができていく、生き物が土の中に潜って土を耕してくれる、食べて糞をしてくれる、暖流効果ができる、そうやってで害虫になるし益虫になる、ただの虫もいる、そうやって環境ができてできてできて、そうしてやはり畑っていうものができて、その上で土ができて、その上で野菜ができる。だからこれがやっぱり有機農法、自然農法、自然栽培とかそういうものの考え方で、こうなってくればもう手がかかんなくなってくるからね。とりあえず支柱は立てたりとか植えたりとかの手間はあるけれども、基本的に薬はまかない、草も適当に買って置いとくってだけでね、草を味方につけるという栽培。ここなんて今日朝収穫したんだけど、アスパラの場所だけども、もう何が何だかわかんないじゃんね、ごっちゃごちゃでちょっと網と汚れたのあるけども、取っちゃったから細いので収穫してないんだけども、こういうアスパラガス、これはね、あの葉っぱ残しておいて根っこを育てようっていうことで取らないんだけども、こういう感じで実はこの中にアサツキとか三つ葉とかって取りながら食ってるんだけども、こうやってごちゃごちゃな状況、自然の中でさ単一な環境ってないんだよ。だから枯れた草があって、こういう風にね、
こういうのいっぱいあるんだよ、枯れた草あるでしょ。で、いろんな植物があって、ギシギシもフキもあって、ミツバもあって、アスパラもあって、アサツキもあって、で、ここをちょっと守ってるんだけどね、カシスがあって、ね、ブラックカシス、なんだけど、マジだけど。で、ここに実は去年取っておいた、カマキリのね、卵があって、ね、まあ、それを、カマキリの卵を鳥から守るためにここに置いてんだけども、こういうふうに環境を作っていって、で、結果として野菜ができると。野菜を作るために畑の環境を人間に都合よく作るんじゃなくて、畑の環境をいかに自然に近づけるか。で、それができれば、すごく楽になるんで、そこを狙って、ね、こういうちっちゃいこと、草を味方につける。一見すると汚いけれども、こういうふうに敷いておく。これが土の保護、土作り、環境作りにすんごく役立つんで、これはぜひ真似してほしい。土をね、なんだっけ、有機物敷いておいて、土を保護して、その下で生き物を飼う、菌を飼う、飼うっていうか、住んでもらう、生きてもらう、で、良くしてもらう、土を良くしてもらう、そして作物を育ててもらう。で、マルチとかも1年で剥がすんじゃなくて、これ2年目かな、とかで、2、3年、4年ぐらい使えるなら使って、その間、この中の土の構造を壊さないで、ここにいる虫、生き物たちもいるんだから、ね、そこがせっかく家を作って、自分たちに過ごしやすい環境を作ってるんだから、なるべく耕さなくて済むなら耕さないでおく。そういう風にして、やはり環境を作ってほしいなと思います。まあ、一番は、こういう風に堆肥置き場を作って、わざわざで、一角、まあ、このくらいの1メーター、1メーター、1メーターとかで枠作って作るっていうのもいいんだけども、俺が一番おすすめしたい堆肥の作り方っていうか、まあ、堆肥を作るっていうのは、まあ、土を作るためにやってるんだから、土を作れるんであれば、こういうやり方の方が俺は省力だし、環境作りにすごく役立つんで、ぜひともね、やってほしいなと思います。すごくおすすめ、これが。うん、楽だしね。まあ、でもね、他のわからない人たちから見れば、汚いなと、手抜いてるなとか、思われるかもしれないけども、まあ、それは仕方ないなと。うん、でも本当にこれ、俺おすすめなんで、ね。踏んで歩いても土を壊さない、靴も汚れないし、作業も楽だし、ね、何よりゴミが減るじゃない、生ゴミとかね、うん、そういう生ゴミが減る、それもまたね、行政とかのなんで税金も使う量も減るしね、うん、だってゴミが宝になるんだからすごくいいじゃん、うん、ゼンマイたゼンマイ、もう全部植えたんだよね、うん、ね、すごくいいじゃん、その方がね、ニンニクでニラで、ここにも全部敷いて、これ柿の葉っぱもあるんだ。これ柿の木の葉っぱ、上に柿の葉っぱある、あの柿の木あるから、それをね、敷いたりしてるんだけども、ね、こういう感じで環境を作っていく。除草剤は一切使ってない。農薬も使ってない。殺菌剤とか殺虫剤とかも使ってない。そうやって生き物をここに住んでもらって、一緒に、ちょっとね、ちょっと日に焼けちゃったかなんかで、あれだけど、キュウリやばいな。うん、まあ、こうやって環境を一緒に作っていく、その結果野菜ができる、そして俺が美味しい思いをできる、ありがとうって、で俺の食べれないところは畑にお返しするよっていう感じでね、そういう感じでやっていけばいい環境になるんじゃないかなと思います。うんうん、だからちょっとね、汚いとか言われたりするの気になる人は、こまめに草刈りしてください。最近は電気の刈り払い機とかもあるんで、それで、さささささっと、ちょこちょこちょこってやっておけば、汚くはなくなるんで、俺はエンジンだからね、ちょっと、筋トレの迷惑になるかなと思ってあんまやらないんだけどもさ、うん。あと草もある程度量欲しいから伸ばしてるんだけども、うん、こまめにやればそんな汚いとか言われないから、ね。というふうに環境を作るっていうイメージでね、ぜひやってほしいなと思います。とにかく、これがやってほしいね。通路に有機物、草、植物性のものを置くっていうのをやってほしい。まあ、ポイントとしては、なんだ、魚とか肉とか、そういうのの動物性のものを置けば、匂いするんで、そういうのをやめといてほしいかなって思います。植物性のものだけでやるのがおすすめです。